皆さん、こんばんは、マーティン、ダーの宮空母へ、キングトクです。母校、ハグ高校、今年のオープンキャンパス、いろいろ変わるんです。去年は確かリモート、オンライン、すべてほぼオンラインですが、部活動は確かに分散して行う予定でございます。感染対策の上。確かに分散開催で。まあ、オープンキャンパスの内容は、まあ、開会式はもちろんそうですが、体験授業があるんです。まあ、特進科はまあ、いろいろですけど、国際科は、ジョー先生とノル先生、ダブル教師がいろいろ授業体験です。普通科普通コース、2020年に導入するスタディサプリについてと、7つの習慣ですね。すいません、情報を見てすいませんね。いろいろ。総合情報学科と機械科、自動車システム学科は確かに体験授業。まあ、いろいろですね、はい。あまりここまで公表しませんけども。あとは、まあ、箱テラスも、まあ、いいところですね。部活動の体験も確かに分散、スポーツ、運動部、そして文化部いろいろですね。まあ、詳しくはホームページでご覧ください。公表はここまでにしておきますが、私もオープンキャンパス確かに覚えてます。はい。鮮明に覚えてます。はい。ノル先生とはこの前、ワールドバザールって初めてお会いしました。本当に感謝してます。ありがとうございました。というわけで以上です。バイバイ。